栄心二山とは日本の競争馬である。2008年阪神スプリングジャンプ優勝馬。馬名の由来は冠名新山。2004年12月25日にデビュー。翌年には4戦目から2連勝した後、若葉ステークスに挑戦。しかし中段から伸びきれず12着に惨敗した。次戦はベンジャミンステークスで、ここでは5着。プリンシパルステークスでは、 後の海外 G1 であるシンガポール航空インターナショナルカップを制すことになるシャドウゲートを抑えて堂々の勝利を挙げた。そして満を持たして東京優秀に参戦するがここではディープインパクトをはじめとするライバルたちの厚い壁に阻まれ7着にとどまる。秋に神戸新聞杯に参戦するが12着に惨敗。次戦のオパールステークスでは一番人気に押されて2着に 入ったものの、その後しばらく不審が続く。翌年、春にメトロポリタンステークスで2着に入るが、結局夏になって、オープンから1000万以下のクラスに高級することに。8月に4勝目をマークし、新潟記念、朝日チャレンジカップにも参戦するなどしたが、結局準オープンの常連に甘んじてしまうことになる。2007年11月のことステークス12着を、 最後に2008年、障害競争で指導。まず初戦は平地オープン馬エリモマキシムなどを抑えて勝利を挙げる。続くヨドジャンプステークスでは序盤から鼻に立ち道中でチャクラに先頭を譲るなどして幾分ポジションを下げたが終盤に巻き返して2連勝。起乗していた西谷誠から10年に一度の障害馬と言わしめるほどの抜群の飛び越しのうまさと、 卒なく平地力を生かして抜け出す競馬スタイルを持っている。さらに続いて、障害競争の重症である、阪神スプリングジャンプに出走すると、一番人気に支持され、障害重症5勝の後衛トライなどを破って見事に勝利し、初重症勝利を挙げた。そしてその勢いに乗って、中山グランドジャンプに一番人気で出走。しかしここまで起乗していた、西谷誠が、 マルカラスカルに帰乗したため、白浜雄三に乗り換わっての出走。結果は、マルカラスカルに敗れ5着だった。その後、半年の休養を経て、久々の平地競争となったことステークスに出走したが、14着に終わった。その後、障害競争に戻り京都ハイジャンプに出走3着に入った。続く中山大障害では、熊沢重文に乗り換わって出走したが、 13着と、乾燥場中最低着順に終わった。2009年は、連覇がかかった、阪神スプリングジャンプから始動したが、6号障害で、落馬、競争中止となった。この年は一戦したのみで休養に入った。2010年は8月の新潟ジャンプステークスで、復帰したが終始後方のまま10着、続く、阪神ジャンプステークスでも10着と惨敗した。そして十月三日付で、 JRA 競争場登録を抹消され、現役を引退、京都産業大学にて乗馬となる。ありがとうございます。